皆様、こんにちは。フラジテリー岸田香織でございます。いつもフラログをご覧くださいましてありがとうございます。本日は女性起業家きらめきインタビュー第52弾をお届けしたいと思います。本日のお客様は一般社団法人日本健康食育協会代表理事でいらっしゃいます柏原幸男さんをお迎えしております。柏原さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速一つ目の質問です。お仕事内容をお聞かせいただけますか。はい、日本健康食育協会と申しまして、食の正しい考え方を一人でも多くの方にお伝えして、食事って毎日のことなので、楽しく美味しく食べることで健康や美容を維持する方法っていうのを、栄養学というよりも日常の知恵として分かりやすく伝えていっております。で、その結果として元気な日本人が増えて、日本が活性化したら嬉しいなということで、食から社会貢献というのをキャッチコピーに活動しております。食から社会貢献ですね、はい、楽しく美味しく痩せる、はい、そうですね。なんかイメージとしては食べたら太るとかカロリーを気にして楽しめなくなっている方がすごく多いんですね、うん、でもなんかあまりストレスになった食事っていうのは実はかえって健康を害しやすくって、食事を楽しく明るく食べている人の方がやっぱり外見のイメージも美しくなるんですね、うん。で、毎日の食事を楽しんでると人生がすごく楽しくなりますので、そうですよね、はい、そんなところから生活を豊かに楽しくしつつ、病気になりにくい人生が手に入ったらすごく幸せだと思います。はい、素敵です。で、ちなみに楽しく明るく食べるにはどうしたらいいでしょうか。そうですね、まずはやっぱり食べたら太るというこの思いを持ってると、お腹いっぱい食べた後にしまった食べ過ぎたとか、うん、食べてしまった自分を否定したり、うん、後悔したりっていうことが、そういう気持ちがどうしても出てきてしまうんですよ。そうですよね。それには、うん、しっかり食べても太らない方法っていうのを理解していると、うん、安心して食べられるようになるんですね、うん、それはどう理解したらいいんですか、はい、そうですね、どう。世の中ではカロリーオーバーが肥満の原因だと思っている人が多いんですけれど、そうではなくて、最近の日本人は特に1日の摂取カロリーって全体的にどんどん減ってるんですね。減ってるのに肥満とかが増えてるっていうのはカロリーの問題ではなく、食事のバランスが悪いんですよ。バランス、はい、それバランスと言われてもちょっと言葉として分かりにくい、イメージしにくい、ここをどんなバランスがいいのかっていうのを分かりやすくレクチャーしています。それが先日私になったこの本ですね。はい、お腹から痩せる食べ方に書いたんですよね、はい、割合なんですけども、そうですね、このタイトルを聞くと、うん、お腹が一番痩せないのよとおっしゃる方がすごく多いんですけれど、うん、カロリーを減らすだけでは意外と細くなってもお腹ぽっこりだけ残ってしまいがちなんですね、うん、で最近やっぱりメタボといってお腹が太ってる方がすごく多いのは、食べ過ぎというよりも食べてる中身のバランスが悪いというところで、うん、もともと日本人の食事、日本人の体型って、そんなにお腹が出た人っていなかったと思いませんか、うん、そういえばそうですよね、昔はね、だんだん欧米風になってきたんです。食べ過ぎというよりも食べてるバランスが悪いというところを、うん、こうバランスっていう言葉がすごく分かりにくいので、うん、そのじゃあどういうバランスにしたらいいのかっていうのを具体的に、うん、はい、特にご飯とおかずのバランスっていうところに、はい、お米をちゃんと取るっていうところがポイントだっていうのをここに書いてあって、あ、うん、最近はお米を取るというイメージがすごく定着してしまっていて、おかずはしっかり食べるんだけど、うん、ご飯は減らすという、うん、そんな食事パターンが増えてるんですけれど、実はそれ逆の方が太りにくくて、おかずを控えめにしてご飯をしっかりっていう方が食べても太らない体質になるんですね。食べる楽しみが幸せにつながるっていう、食べる楽しみが幸せにつながる、はい、そうですよね、はい、心が満たされる時がいろいろな自分のコントロールってやりやすいんですね。そうですね、そこも大きなポイントということですね、はい、お腹がすごく空いていたり、うん、食べるの我慢していると、うん、やっぱり精神的にもイライラするし、集中できなかったり、いつもなんか食べ物のことばっかり考えてしまうっていうのは、うん、実はすごくもったいないことで、そうですね、はい、
美味しく食べて、あ、満足っていうことがすごく実は精神面の安定にもつながるので、そうするといろんなことがうまくいくようになるんですね。はい、その方法がここに書いてあるんですね。そうなんです素敵です。私もこうなんか面白くてあっという間に読んじゃいました。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。それでは2つ目の質問です。そのお仕事をなさる上において、キラキラきらめいている時を教えていただけますか。はい、普段食事の考え方をたくさんの方にお伝えしてるんですけれども、あの考え方が変わると行動がすごく変わってくるんですね。で、行動が変わると本当に自分の周りに起こってくるいろんなことが変化してくる。で、まあ、やっぱり食事を変えれば心や体が変わってくるっていうのも一つなんですけど、人間関係とか毎日の生活もすごく変わってくる方が多くて、でそうするともう本当に人生がいろんな変化が出てくる。で、そういう方を何度か見てるうちに、やっぱり食事の考え方を変えたおかげで人生がすごく変わりましたとか、またはやっぱり痩せたりお肌が綺麗になってキラキラしてくる方もすごく多いので、そんな方からこう感謝の言葉とか、本当に楽しくなりましたみたいなお声をいただくことがすごく人生においての大きな財産ですね。はい、素晴らしいです。柏原さんがご指導する皆様のキラキラというきらめきが、はい、柏原さんのきらめきなんですね。そうですね、やっぱりそうやってきれいになっていく方を見ている、うん、応援できるっていうのは、うん、ものすごいそれ自分にも返ってくるなっていうふうに感じます。素晴らしい、ありがとうございます。それでは3つ目の質問です。そのきらめきを感じるために心がけていることがあったら教えてください。はい、いろんな方にお伝えする上で自分自身が実践していないと説得力がないですので、まず、3食きちっと食べるとか、あと食事を基本的には毎食楽しむ、幸せ感じて食べる。あと私が一番皆さんにお勧めしているのは、食事はなるべく嫌いな人とは食べない。ああ、好きな人と食べる。嫌いな人とは食べない、はい、大事かもしれないです、ね、好きな人と食事をするだけで、まず楽しいですよね。楽しい、はい、ですので、なるべくそういうことを心がけて、自分が食事を楽しんでいて、で、まあ、その結果、太りすぎずお肌とかも若々しい状態がキープできれば、それはすごく説得力になると思いますので、そこを毎日、はい、食事を楽しく美味しく食べるっていう、もうご自身から利口しているっていう、そうですね、利口していてこのプロポーションでこのお肌ってやってるんですもんね。すごいですよね。化粧品とか、エステとかにお金を使うのもいいんですけれど、食べるものと食べることの時間にお金と時間を使うことが実は一番効果的で、食べ物変われば細胞が変わりますので、化粧品とかほとんどそんなにお手入れとかもなくてもお肌は綺麗になりますね。ですね、ところで考え方が変わると細胞も変わる、細胞が変わるとダイエットにも効くっていうところなんですが、はい、ちなみにどうやって考え方を変えるところから入っていけばいいのかっていうあたりを少し教えていただいてもいいですか。はい、そうですね、食べ物に関しては大体皆さんこれがいいのか悪いのかっていう、いいか悪いかで見たりとか、あとはカロリーとかを含めて多いか少ないかで見る傾向があるんですけれども、そういう比較で見るんではなくて、自分にとって何が必要なのか、で悪いことを考えるよりもいいところを考えるっていう感じですね。でどちらかというと悪いものを減らしたり我慢したり制限するっていう食事の考え方が一般的なんですけど、ネガティブな方を見ているとなんか気持ちも後ろ向きになるし、それを食べてしまった時にしまった体に悪いことしちゃったみたいな悪いイメージがついてしまうんですね。で、なんか悪いことしちゃったなっていうイメージを持つと体って悪い方に行きやすいので、そこではなくて何をしたらいいのか、例えば外食をしたりお酒飲んだりスイーツ食べたり、いろんな楽しいことってみんなが悪いと思ってるんですけど、それはでも楽しんでしまえばよくって、そういうのをした時にじゃその中で何を選んだらよりいいのかとか、例えば食べ過ぎた後どうしたらいいのかっていう切り替えの仕方を学ぶと、何しても
全然ストレスにならないですし、あ、お腹いっぱい食べて幸せだったから、その後太らないようにはこういうことをしておこうとか、解決法を身につけるっていう、そういう感じなので、食べ物の良し悪しとかは基本的にあまり伝えないですし、こういうレシピを食べましょう、メニューにしましょうっていうレシピの話もほとんどしないんですね。でも、なんか毎日の生活の中でストレスになることをいかに回避するかっていう、そんな考え方を軸にしていると、本当に気持ちがマイナスの方に行かなくなるの で、食事の考え方をそういうふうに変えると、毎日の人間付き合いや仕事やなんかで起こってくる出来事も、あ、マイナスを見るんじゃなくていいとこ見て切り替えようっていうふうに考え方自体が変わってくるんですよ。でそうすると結果的に選ぶものとか食べ方とか食べに行くお店とかもちょっとずつ変わってきて、そうすると行動も体の変化もすごく大きく出てくるっていう、食べに行くお店まで変わったんですね。そうですね。あの柏原さんのダイエットはお肉食べてもいい、はい、お酒飲んでもいい、甘いもの食べてもいいんですよね、はい、お酒も OK だし、 OK なんですよね。スイーツだって食べたいなって思うときは体が欲しているので食べるんですけど、ただスイーツばっかり食べたらやっぱり綺麗にはバランス慣れませんので、じゃスイーツ食べたらどうしたらいいのっていう、この割合で食べましょうっていうのを守って、はい、好きなものは何でも食べていいですよっていうところがポイントですね、はい、それでお腹から痩せちゃうんですよね。はい、すごいですね。でやっぱり一番の特徴は肌が綺麗になるっていうのも大きいかなと思います。ぜひです。ありがとうございます。それではもう最後の質問です。自分ご自身の人生の中で一番キラキラってきらめいていた時を教えてください。そうですね、やっぱり好きな人と友人や家族や大事な人たちと一緒に過ごす時間が一番やっぱり幸せですし、私は特にやっぱりそういう人たちと一緒に食べる、食事したり、そういうシーンが一番幸せを感じる時ですね。で、美味しいもの食べてみんなが笑顔になって、あ、幸せ、美味しいねっていう、そういうシーンがやっぱり幸せの象徴かなと思います。素敵です。いつもそういう幸せを感じながらそういうことをなさってるからこそ、はい、皆さんも幸せできるわけですね。そしてご自身をこのように保ってられるんですね。素晴らしいです。楽しく食べてると多分、うん、表情も楽しい表情になってくると思うんですよ、うん、はい、皆さんもね、ぜひ楽しくね、うん、食べるようにということですよね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。女性起業家きらめきインタビュー第52弾も終わってしまいました。このきらめきインタビューは今回のお客様に次回のお客様をご紹介していただくというシステムをとっております。ということで次回のお客様を柏原さんにご紹介いただきたいのですが、よろしいでしょうか。はい、はい、次回のお客様は、中澤ひとみさんです。中澤さんは私のメンターで、やっぱりこういう人に何かを伝える上では、うん、自分自身がどういう考え方とか生き方をしているかっていうのが、うん、やっぱすごく大きく出てくると思うんですけれど、私も若い時からこういう考え方だったわけじゃなく、やっぱりいろんな、どちらかというとネガティブで控えめで、自分に自信がないっていうタイプだったんですけれども、そういう部分を大きく変えてくれた人生の師匠が中澤さんです。ありがとうございます。それでは次回は中澤さんをお迎えしてお送りいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。